サンタのおじさんが約束通りに戻ってきてこの素敵なもみの木を届けてくれたのですおかげさまで家族のだんらんもとってもうまくいきましたあくる日にはサンタのおじさんもまたマシンで飛び立って自分の 秘密基地へ、小人さんのところへ戻ります。大きな湖のほとりで、ババールとセレスト、アルチュールにゼフィル、あと三人の子供たちが揃ってハンカチを振ります。友達になったサンタさんが、 帰っていくのはちょっと寂しいけれど嬉しいことに毎年象の国へお休みに来るとまく約束してくれましたとさ。